おはようございます、 SP キです。今日はねゲレ食会ということで甘い甘味行こうと思います。ここはねこっちよりもこっちの方がいいかな、志賀高原ジャイアントスキー場の、ま、落ち込みテロテロのアイスバーンになって、まあ超難易度高いとよく言われる斜面のまあほぼ真上ぐらいにいますね。うん、で今日行くのはそこの並びジャイアントの麓のねレストラン宿が並んですが、その一番手前一番右側にあるベルクさん行こうと思います。ここの名物はいちごタルトです。今日はあのみんなでワンホール分予約取ってあります。これからぜひ食べに行こうと思います。行きます。あそこね、あそこゴー。というわけでホテルベルクさん来ました。これは食べに行きます。レッツゴー。はい、というわけでいちごタルトワンホール来ました。見てよこれ、この見た目映えすごくない？最高だよ。いちごがこんな並んでんだよ、たまんねえ。というわけで自分の分取ってきました。なんか増えてますね。チーズケーキ、こちらもおすすめです。そしてこちらはいちごとマンゴーのなんちゃら的なケーキ。そしてこっちがいちごタルトです。いや毎年これ食べるのね楽しみなんですよ。紅茶をセットにしました。はい、というわけでサクサクと食べていきます。タルトだしね、ちょっと画角が悪いですがすみません。はい、いちごがねこうやって立って、もう立っててタルトがあってもうすぐ食べ終わっちゃうんですね。まあこれ8倍速だっていうのもあるんですけどねちゃんと粉も残さず食べてきます。で実はおすすめこのチーズケーキ、チーズケーキは予約せずにいつも食べれるメニューなんで、もしフラッと来た時はこのチーズケーキ食べた方がいいと思いますね。コーヒーセットで食べれます。はい、紅茶をすすって瞬殺。はい、最後にリンゴとマンゴーのケーキ、新作だったんですけどね、こちらもなかなか美味しいです。リンゴだしね。はい、というわけでごちそうさまでした。いややっぱねベルクさんのねいちごタルトねめっちゃうまだからね、マジうめえから、しかも今回ねみんなに協力していただいてワンホール動画で収めましたよね。いやこれ旅に来なきゃマジダメですよ。ぜひもし視聴者で仲いい方でぜひエスペさんとワンホール食べたいですって言われたら、ひょこひょこひょこ、ああ食べに行きますってついていくんで、ぜひ誘ってください。まあ、それ以外にも食べたね、チーズケーキ、ここに入る前に紹介しなかったんですけど、まあ残っててくれたんで頼みました。チーズケーキもいちごタルトなければチーズケーキいきましょう。マジうまいから、マジおすすめだから、最高っすよあれ。はい、それ以外ではね前に食べた覚えなかったなんだっけ、桃とリンゴのケーキだったかな、あちらもいただきました。うん、美味しかったですね。まあでもやっぱ個人的にもおすすめ一番はいちごタルト450円かな、550円かな、で、次にチーズケーキぜひ食べた方がいいと思います。予約をしないと食べるのは難しいかと思います。というわけで今回の動画はここで終わると思います。もしこの動画参考になってぜひいちごタルト食べたいと思ったらいいね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。ゲレ食これからもどんどん上げていきます。それじゃあまたね。じゃあね、バイバーイ。